ここ結構な確率いいんだよな。やばいポジション入っちゃった俺。やばいポジってくそ。くそ。ポジションエグすぎ。お、バック頑張ってる、バック頑張ってる。俺は真面目にセットする。敵どこだろう、ラスト。です。あそこね、最速でやった時に反対側の今の割ってた方じゃあるじゃん。あそこ二人がかりで割ると結構高確率でやれるんで。最近特にあの C4 狙いしてるやつ多いんで。あれアンチプレイであれ使えるんで、ぜひやってみるのおすすめですよ。どっから来るんだろう。とっても暇だわ。ビアードかなんかいいのかな、あれ。多分甘えてこいっていうことだよな。甘えてこい、すべてはそこに置いてきたってことだよな、これ多分。何も見えないですね。よいしょ。あ、そこを見てくれてんのか、助かる。ああ、二人いる。ああ、外した。お、来た来た来た、ナイスナイス。さあ来い。ナイス。もともとの設置型盾は覗き穴なかったからな。まあそうなんだよな。てかさ、あのマジでみんな信じられないと思うんだけれども、覗き穴作った時、あの運営さんってさ、なんつってたか知ってる？展開型シールドが強すぎるため弱体化しましたって書いちゃったんだよ衝撃だったわマジで。あれあれ本当に衝撃だった俺。え、どういうことってどういうことですかって、何がですかってなって、もう本当マジでね、すまないがもう一度話してくれるかって状態だった。あれマジで奇跡だよ奇跡だったよな、あの調整は。未だに伝説だったもんこれ。しやるか。これどっから来るんだろうね。あ、そこ開いてくんだ。あ、こっちゼロね。全員 W で草。多分マジ一人湧いてんじゃない。あ、湧いてるか。え、湧いてないね。ああ、全員 W だわ。マジで全員 W から湧いてる。あ、入った。そこを多分やれるのでは。お、ええー、もう一人いる。マジか、忘れた。割れた。一回出ないかな外。ちょっとここは一旦外出るって判断しねえかな。いや、やばいね。現地やばいじゃん。破壊されてんじゃん。イン入ってる。ナイス。あそこか。来いよ、エスクルショ。残り10発。まあいけるか。あ、どんどん触ってんねん。 HP10 でしょ。でー、 HP10 でしょって。 HP70 でしょって言おうとしたら10でしょって。 OK、 いいね。いやー、綺麗なフレームでした。まあちょっとヘッドライン入れたかったけどね、できれば。ディスキルしようっと。あたち、ここのディスキル大好き。俺ディスキルする。お前たち、ここ来る。もない。対戦ありがとうございました。どっから来てんだ？なんだ、W から湧きすぎじゃない？カフェ入りってこと？逆攻めした方がいいぜ。ないね。ああ、怖い。普通に怖い。なるほど。
おいー、綺麗にエイムしまいました、されましたな。おいー、いやー、プリエイム神だな。なんかいる、誰あれ、多分リュックサックス背負ってたから、サックス背負ってたから若干ライオン臭いけどな。あー、カメラ、あ、死んだのか。笑った、足元見えてんぞ。そんなミスある？おー、なるほど、そこっすか。ガチンコジェッター、これほんまおもろいよ、毎回この状況だと敵来ないんだよな。こちらから精一杯甘いのは来ないんですよ。オッケー、ナイス連携、仲間との来なくねえか、もういる、あ、いるわ。どっち、あ、よかれ、どっちか。おいおい、いや、ここ脱出するじゃん、ここまでは大丈夫なんですよ。あ、勝ってたの、ナイス、つえー、俺それ抜けちゃうの、つえだったら、これ多分現地じゃなくて唯一一人いるはずなんだよな、どっか。いいっすね。どうしようかな、一回下がろっか。これ結構いい側から攻めてきてんな。あ、来た来た来た。おいすぎる、これは。あの、めっちゃポジションかぶってる。別にいいんだけど。火花テッド、今警戒されてるだろうからな。 あ、入っちゃった、ナイスナイス。オッケー、ツーバンカーツーバンカー。ノック、ラストアイス、ふんふんふん。いやー、美味しかった。ぼっち、ぼっち G2 がなんか話してるけど、ぼっちすぎて声ボソボソしてるから何言ってるか分かんない。声ちっちゃすぎる。